では今度は86ページ演習4です。44。こっからはもう本当に難しいです。難しいんですけども、このぐらいの問題が解けるようになれば大体大丈夫だろうという問題を一生懸命選んできました。選んできました。で、まず、86ページ、秋田県の問題ですね。右図のように AO の周辺に4点 ABCD を頂点とする四角形 ABCD がある、線分 AC と線分 BD の交点を E とする。その時次の問いに答えなさいっていう問題ですね。で、中心がここあたり、だから何かな、こうですか。で、周囲上に ABCD があるんですね、このように。で、AC と BD の交点を E とする。で、ここに O があるんですね。まあ O、ちょっと、今回 O はあんまり関係ないので、ちょっとここはうるさくなっちゃうから O は書きませんけどね。よろしいでしょうか。で、まず括弧1ですね。三角形 ABE と三角形 AC、三角形 ABE と三角形、DC ですか。これが相似であることを証明しなさいと。まあこれは慣れてくればもう一目で分かりますよね。まずここですね。これ、弧 BC に対する共通の円周角ですからね、等しくなる。また弧 AD に対して共通な円周角なので。だから2組の角がそれぞれ等しい。もしくは、前もお話したと思うんですけど、今、円周角の話の項目なので、円周角を利用してますけど、こう、対頂角ありますよね、ここ。こう対頂角。だから、対頂角と、どちらかの円周角を使って、2組の角がそれぞれ等しいを使って、で、解いても構いません。よろしいですかね。で、一応、円周角の問題なので、円周角の項目だなのでね、円の性質の項目なので、まあ、円周角を使ってできるだけ証明をしようと意識したはずなんですが、ちょっと記憶に回答の記憶がないので、一応ここは円周角でやっていますね、証明ですね。あれ証明ってしっかり書いたかな。あ、いいや、もうちょっとごめんなさい、証明ね、証明。三角形、なんだっけ、AB です。AB と三角形、何、DC、DC ですか。DC に、これも書き方決まってるのでね、ここはもう、定型なんで、こう覚えておいてください、って書いてください、においてですね。で、あと順番はどうでもいいです。ただ、頂点の対応だけしっかりと。まずじゃあここの円周角いきましょうかね。ここの円周角ね。だから角 BAE イコール BAE だから CDE って書かなきゃいけないんですよ。よろしいでしょうか。 BAE だから頂点の台をしっかりとね、 CDE ですね。まあこれは円周角でいいじゃないですかね。このぐらいで丸1で、今度はこっちの円周角にしましょうか。だから B だから AB にしましょうかね。角 AB イコール AB だから DCD ですね。ちょんちょんはやめた方がいいですよ、答案の場合はね。円周角、円周角ですね。で、よって丸1、丸2を2組の角ですね。
た時の策がそれそれ C ので三角形 AB 相似三角形 DC 要はこういうことですね。いかがでしょうか。あ、折れるになっちゃってるのでしょう。周りですね。ね、これは良かったですね。まあ、ここは点数落としてダメですね、秋田県。次です。2番。この AB の長さが4。これあんまり情報書くとうるさくなっちゃうんです。まあ、AB が4だと。AB が4。で、各 AB で、AB でと、DBC。DBC。あ、等しい。これ、過去の二等分線になってるんですね。もう等しくなってます。こういう情報ってありがたいですよね。こうどんどん入れていきましょう。で、これは30度だと。30度。で、各 ACB が45度。ここだ。各 ACB、ここか。ここが45度。45度だと。この程度だったら情報うるさくないですか。ちょっと書いておきますね。こうです。で、問題1ですね。この証明はもういいですね。これ消しちゃいますね。消します。よいしょ。2番。各丸1、各 BCD、これだ、BCD、あ、これか、ここ求めてくれですね、この求めてくれ、あ、これはもうね、ほら、ここ30度、ね、同じ円周角ですからね、まあ、ここ30度と分かってますここはなんか、ちょっと拍子抜けですけど、まあ、いいですね。よって、もう図からね、もう図から分かりますよね。もう右図よりでいいですかね。右図よりでいいですかね。求めたい角何これ BCB です。BCB は角、ACB。B たす角 ACB ですか。ACB。しかしこの ACB というのは、角、ABD のかな。各 ABD かな、ね、ここの、ね、よって各 ACB だね。45度と30度ですね。円周角ですからね。1番の方の相似でも使いましたからね。よって75度。まあ、この辺はここまではいいですね。次です。次は多分本番だったらこれほど時間ないと嫌でしょうね。慣れてないと。次、三角形 ACD の面積を求めてくださいですね。三角形 ACD の面積を求めてくれてですね。嫌ですよね、ただですね、もうこれはね、あれしかないんですけど、この前も言ったと思うんですが、前も何回か言ってると思うんです。我々の持っているこれなんか情報はほとんど角度の情報しかないでしょ。どこにも直角三角形ないじゃないですか。でもこれどうにかして直角三角形作るしかないんですよ、もう我々としてはね。そうすると常にこれを意識するしかないんですよ。60度30度の直角三角形と45度、ね、いわゆる1:2:√3の三角形と1:1:√2辺の比がね、もうとりあえずこれを考え意識していくしかないんです。そうするとこの問題でわざわざこの各 ABD と各 DBC でしたっけ、30度30度振ってくれてってことはこれ60度があるわけでしょ。60度があるんだから、じゃあとにかくこの60度を
を使った直角三角形をなんとか作りたいなと思っちゃうわけですよ。もうそう思うしかもう方法ないと思う。もうなんだっけ、頼れる部分はね、我々の情報とか知識として。そうするとなんとなく置いていきたいなと思った時に、45度っていう見た瞬間、これにはもう頭反応してるから、あ、こっから垂線を下ろすとここに60度30度の直角三角形ができ、なおかつここに直角があるから90度でしょ、で45度があるから当然ここも45度、いわゆるこっちのこの補助線1本 A から辺 BC に垂線を引くことによって我々の唯一の持っている武器が同時に現れてくるっていうのが見えてくるわけです。もう見えなかったら終わりです言葉冷たいですけどね、見えなかったらもうどうしようもないんですね。私の場合はですよ、他の指導者の方だったらなんかここにあるかもしれないですけども、これしか我々武器持ってないんだもんね。あとは演習革命しか知らないわけですから、そうすると補助線引きたくなるんですよ、こうやってビヨーン、こうやってね引きたくなるんですよ、こうやって。そうすると見てください、ここをじゃあ H としましょうか、 H としましょう。ちょっとこれはなんだろう、板書しないので皆さん図を追って、あとで自分で頭の中で整理して板書なりしてみてください。板書だって書いて流れを自分なりに書いてみてくださいね。よろしいでしょうか。だからまずこの理由ですね、この2つの理由から A から B 辺 BC に垂線を引いたわけです、私の場合は。そうすると30度、60度、90度でしょ。で、あ、そっかそっかそっか、あ、で、最終ゴールは何か、ゴールを言わずにこんなのやってもしょうがないで、ゴールはですね、ごめんなさい、ゴールはですね、よいしょ、よいしょ、最初何回もやってます。まずゴールのところですね、三角形 ACD を求めたいんですよ、面積をね、三角形 ACD の面積を求めたいんですよ。そうするとよいしょ、あれ、ね、よいしょ、求めたいわけです。そしてですね、どこだっけ、そうそうそう、でこれを見たときに私考えたのはこうなんですね。まずやっぱりこいつがポイントなんだね、こいつが、これがポイントなんですよ。でこいつが、こいつだって言葉悪いですけど、これが来た瞬間にこの各 ABC に対するこの円周角の弧は弧 CD でしょ。じゃあ弧 CD に対する円周角っていうのはまだもう一個ここにあるわけよ。ここも30度な。30度なわけね。そうすると今面積を求めたい三角形 DAC はこの時点で二等辺三角形だってことはもう分かったわけ。二等辺三角形だってことは分かった。で、そうすると底辺を AC として、そうすると二等辺三角形だとどうしても次に勝手に手が動いてしまうのは、D から、辺 AC に垂線を引くと、ここ垂線を引く、垂線を引く、これ二等分されるわけじゃないですか。これを垂線を足、ここが E だから、この垂線の足を H でしょ、 HI、 じゃあ I にしましょうか。この垂線の足を I としましょう。そうするともうここでもう方向性は見えたんですね。いわゆる辺 AC の長さを底辺として、底辺を AC とすると、ね、で高さを、DI とする。だから AC と DI が分かればいいんだという方向なんですね。で AC というのはで AC が分かればさ、この、CI っていうのはこの半分でしょ、 AC の半分でしょ、なおかつ30度60度90度だったから、この CI のこの高さの DI の部分っていうのは、ルート3で割ってあげればいいんだから CI、ね、CI の長さをルート3で割ってあげればこの DI に戻るわけじゃん。
この DI っていうのは直角三角形 DIC という直角三角形の30度、60度、90度において DI が一番短い辺ですから、この基準を1としたらば CI がルート3倍だからルート3で割ってあげると元に戻るとね。で CI っていうのは当然 AC の半分なんだから、辺 AC の長さや辺 AC の長さ、長ささえ分かれば三角形 ACD の面積は求まるなとという方針をまず最初に持ったわけなんですね。じゃあどうやって、じゃあ AC、 そうするとポイントはこいつなんですよ。こいつ、まあ、あと言葉ありけど、で AC をどうやって求めたらいいかなっていうところで、先ほどの我々が持っている武器はもうちょっと消しちゃいましたけどね、60度、30度、この三角形とこの45度、1対1対ルート2と1対2対ルート3しかないから、そうするとこの A から辺 BC に垂線を置くことによって、この2つの三角形がいっぺんに現れてしまうわけでしょ。で今 AB の長さが4なんだから BH の長さっていうのは1対2だから半分に割ってあげればいいから、ここはもう2ってすぐ分かっちゃうわけよ、これってね、よろしいでしょうか。そうするとこの AH はこの1に対してルート3だから、この AH の長さっていうのは2ルート3と分かってしまう、よろしいでしょうか。でなおかつ三角形 AHI は45度と90度あるから、当然ここ45度でしかありえないでしょ。ってことは当然この長さも2ルート3になんなきゃおかしい。でしょ。そうすると今この1対1対の、が2ルート3と分かってるんですから、この2ルート3をルート2倍してあげれば、この斜辺が出てる、いわゆる AC が出てくるわけじゃないですか。そうするとAC の長さっていうのは、いいか、変えちゃう。AC の長さは2ルート3かけるルート2だから2ルート6になるわけですよ。2倍すればいいんだからね。で、三角形 DAC っていうのは二等辺三角形であると。だから D から辺 AC に垂線を下ろす、足を I とすると、この、I の部分っていうのはルート6になる、うん、そうするとこの CI がルート6と分かったんだから、このここにルート6を代入してあげればいいんでしょ。そうするとこれはルート2になる、ルート2。そうするとこれでもう情報は全部揃いましたよね。 AC の長さっていうのは2ルート6になる。で、DI はルート2と分かったと。いかがでしょうか。んー、そしてだからもうあとこれがですね、2ルート6かけるルート2分の1で、これとこれこうやっちゃえばいいですね。でルート6かけ、だから6っていうのはもうこれ平方根ね、2かける3でしょ。だから2と2が飛び出して3だけ残りますから、2、2、3、だから平方センチメートル、いかがでしょうか。こういう理屈なんですね。だからあのやっぱり最初にそのなんだろう、あの求めたい長さっていうのを最初に提示することによって、どこに注目すればいいかっていうのははっきりしてくるわけですよね。よろしいでしょうか。でそうこういう流れで私はこの秋田の問題演習44、やっぱり全部基本の積み重ねでそれをうまくつなぎ合わせていくとね、ちゃんとゴールにたどり着くと。でその時にはまず最初に全体像を見なきゃいけないですよね。全体像を見てね、こういう突然入ってくる、ここにわざわざ30度入れるってことは絶対使うんだから、演習角でどっかないかなって入れた瞬間に、この三角形 DAC っていうのが二等辺三角形だってことが分かることによって、一気に流れが見えてくるんですね。 AC を求めればいいんだと。AC さんに求めた、じゃあ AC 求めにはどうしたらいいかなっていうふうに、常にゴールの方から逆にたどっていくと、問題っていうのは意外と見やすくなってるんですね。解放っていうと、この2つの三角形しか我々はもう武器は持ってないから、これを作りたいなと、60度と45度がすぐパッと目に入るじゃないですか。
あ、じゃあここに1本 A から BC に垂線を置いて引いてみたら何か分かるんじゃないのかなっていうふうにやっていくと、この補助線1本引いたことによって一気にさーっとつながるわけですね、流れが。そういうのが多分図形って面白いんだろうけど、僕にはこの面白さが分かりませんもう特に必死なんでね。ということで、なぜ補助線を引いたかとか、どういう解法で問題を解いてるかっていうのが伝わったと思うんですね。だらだらだらばーって解答書いてあってね、なんでそんな解法するのかって分かんないですもんね。だからこういういいですよね、映像の講座っていうのはね。よろしいでしょうか。ではこれで秋田県の話は終わりにします。だからカッコさんに関してはもう式これしかないですけども、この裏の部分は今こう解説した部分なので、だいぶ丁寧に解説したつもりなので、何回も何回も巻き戻すわけじゃないか、戻してとにかく再生してご覧になって、自分でまた逆にじゃ説明できるかってことをちゃんとやるんですよ。あの仮想の自分が指導者になると思って、本当に同じような一時期同じようなじゃなくて、全体的内容がね、同じことがちゃんと丁寧に説明できるかってしっかり確認してから、もう一回問題解いてみてくださいね。よろしいでしょうかね。聞いてると分かるんですけどね、いざやると意外とできないもんですからね。よろしいでしょうか。では、まず AC40 はこれで終わりにしたいと思います。次、AC45、青森ですね。はい、やりましょう。よいしょ。本当大変ですよね。こんなの、これが標準レベルだからね。案外しんどいですよね。なんか大学入試の方が楽だと思っちゃいますよね、私なんか。さあやりましょう。87ページですね。AC40 ですね。 AC45、青森県の問題ですね。右の図で AC を直径とする円 O の円周上に点 BD があり、 AC12、直径が12ってことか。で、各 ABD がと各 CBD が4が等しいと。また点 E は AC と BD の交点である。あ、なるほど。はい、まとめてやっていきますか。まず、まあいいか。で、まず直径ですね。これが直径だと。で、この辺を引く。押しときゃいいか。で、これが G で、こうでしょ。だからこれと同じようなものを作る。ああ、そっかそっか。なるほど。ということは、なるほどね。よし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 。そっか。今。だからこの時点で、こいつがいけないね。こいつは。これがダメ。だから。この辺なんだ。ここなんだきゃいけないんだ。でこうか。こうですね。いわゆるこの角度が等しいっていうことは、円周角といって、この弧 AD と弧 CD の長さが等しくなきゃいけないか、これ中点じゃなきゃいけないですね。弧 AC の真ん中じゃなきゃいけないですね。で、ここが E か。で、まあ中心がこの中心。ここでいいか。中心 O がですね。これでいいでしょうかね。あと、ここ結ぶか。こうして、こうか。これでよろしいですかね。はい。じゃあもう一回確認していきましょう。AC は直径であると。はい。これ直径です。中心通ってますもんね。で、AC の長さが12だと。ちょっとうるさいから。まあ、AC の方が12。12センチ。で、各 ABD。ABD と各 CBD 等しいと。で、まあ、ここからこの弧長さ等しいんだなと思ってですね。で、また点 E は AC の交点である。そうですね。AC と BD の交点である。で、OE が2だと。ここが2だと。ここは書き込んでおきますね。2だと。あ、なんだ。なんだだって。まあいいや。はい。
そうするとまあ分かってた情報どんどん入れちゃいましょうか。いわゆる OA が6でしょ、直径だからね。だからここが4だと、まあこの辺分かるわけですね。このぐらいしか分かんないのかな今のところ。ああまだも情報ありましたよね。各 ABC ってさ、見てください、弧 AC の円周角でしょ。で弧 AC っていうことは、この AC 見て、この弧 AC 直径でしょ。だからいつも弧に対する円周角なんですが、私も直径に対する円周角って分かりやすくいつも言ってますよ。分かりやすくっていうか、ここ90度なんですね。もう90度なんです。ということは45度、45度なんですね。ね、なんか意味あるんだと思うんですね。まあ一応ここまで書いた上でもう一回問題に戻っていくと、まず三角形 ABE と三角形 DC、 三角形 ABE と三角形 DC か、あもうこれはもうさっきですよね、秋田でもやりましたもんね。まあこれも三角形 ABE でしょ。だからまずどうしようか、汚くなっちゃうけど、まあこことここ円周角が等しいですね。 AB と ACD だからね。でまあ当然こことこれもこ BC に対する円周角ですからね。体重もしつこいですけど、体重角使ってもいいんですけど、まあ、円の性質の部分の内容なので円周角を使って一応証明していこうという方向でやっていきます。少し証明やっぱり書きましょうか。三角形なんでしたっけ、 AEB、 AB と三角形 AC ですか、ね、こう入れて、ね、でまあ書く A からいきます。で EAB にしようか。EAB としたから C で A ですね。円周角。円周角。で、今度は、今これやったのか。今度 B に行ったのか。だから、どうしようか。EBA にしようか。対等と頂点の対応違った、頂点の対応さえ正しければアルファベットの順番なんかどうでもいいですか、どうでもいいって言うか変ですけど、回答と一緒じゃなくていいですかね。今 B だから EBA だから CED ですね。で円周角、円周角ですね。よって丸1丸2よ、右の角がそれ等しいので等しいので三角形 ABB、 そうで三角形 DC ですか。で終わり、終わり。まあもうこれはもうね決まってるので、ここまでだともう皆さんこの辺は大丈夫でしょうかね。で証明だけは何だろう、全て書かせますからね、公立高校の入試問題ね。だから、書けるようにしておいてください。よろしいでしょうかね。まあ、細かい点ですけど、やっぱりこのこれですね、それぞれをつかないといけないみたいな。そうですね。だけど大学の先生の、この前、掃除とは合同の話のところの、授業を聞いたんですけど、それぞれつけてなかったですね。だから昔はつけてなかったんですよね。でもつけないと罰になっちゃうんでね、細かいようですけど、まあ、これだけ気をつけてください。次行きましょう。い、点 A を含まない。この点 A を含まない、弧 CD、弧ですね。いつもそう言ってるから、弧 CD、こっち側でも弧 CD って言えちゃうので、誤解はないように A を含まない。だからこっち側の弧を言ってるんですね。こっち側の弧。そういう意味で言ってるんですね。弧CD の長さを求めなさいって言うんですね。はい、求めます。で、それはですね、やっぱりこういう時はここですね。
いわゆる我々はこう CD と見た場合、必ず扇形、円の一部分の扇形を意識するしかないんですね。そうすると O と D を結びたくなるわけですよ。いわゆるこう扇形、こう扇形 OCD と考えると、そうするとこの弧の長さっていうのは、その円に対する半径ですよね。半径だって円周に対して360度分の中心角をかけてあげることによって弧の長さが求まるから、どうしてもこの O と D を結んで、この中心角、ここ扇形 OCD の中心角を知りたいんだ。だからどうしても OD を結ぶと、中心でこれ、そしてちょっとこう引いてみると、あ、弧 CD に対する円周角が45度なんだから、円周角と中心角の関係でしたよね。円周角は中心角の半分、もしくは中心角は円周角の2倍であると。だからこう90度になるってことが分かる。90度になるってことが分かる。で、一番最初の問題文の中で OE が2って書いてあって、全体 AC が12だから当然半径6ですよね。だからここは6だと。ね。まあこれには関係なかったですね。まあ AC 直径が12であって、だから OC はその半分で6であると。そうすると、はい、これで半径6の円の中の一部分の、扇形の面積、扇形の弧の長さを求めればいいわけですから、直径かける360度分の円周角でしたからね。そうすると E はどうなるかっていうと、弧 CD は、半径の2倍、これ直径ですね、直径かける円周角かける360度分の中心角、これか、これ点角度つけない方が表現普通みたいですね。だから12かける、はい、かける縮算に4分の1ですか、だから3倍だ、ね、だから3倍センチメートルになる。いかがでしょうかね。よろしいでしょうか。だからやっぱり最初にこう条件ね、できるだけ汚くならない程度に読み込めるものはどんどん読み取っていって、これ書き込んでいくと、ね、いいですよね。だからそういう理由でこの円周、こう CD ですね、扇形のこの中心角を求めたいためにこういう条件が、45読み取れたことがですね、直径に対する中心角は常に90度であると、あ、円周角はですね、直径に対する円周角は90度で、長さ等しい、角度等しいが45度で飛んでいくわけですね。よろしいでしょうか。じゃあ最後、うですね、 BE の長さをどこだ、分かったと、 BE の長さを求めなさいと。で、このように唐突として中途半端なところを求めなさいっていうときは、必ず前の問題を見るんですね。前の問題は何かっていうと、あ、ですね、三角形 ABE と三角形 DCE を相乗証明させたってことは、ただ単に意味もなく証明させることはないんですね、一般的ですよね。ということは、三角形 ABE と三角形 DCE で辺の比、ね、比例式、比例関係の式をちょっと作ることによって求められるんではないのかなと、こういう中途半端なところだね。だってこれどうしようもないもんね、補助線引いて、まあ、45度45度90度できるけどね。だからってね、これ三角形 ABE だとか二等辺三角形だとかさ、なんかあれば何にもないですもんね。だからそういろいろ考えると、もう辺の比を、相似を使って辺の比の比例式を作るしかないかなというふうに考えていくわけですよ、ね、さっき、ね、二等辺三角形だけの情報があればいいんですけども、そういう情報ないですしね、うん、という意味でこれは多分三角形か、あで求めた、あで証明した三角形 ABE と、だから三角形、これ ですね、三角形 ABE 相似三角形 DC か DCE から、まず BE を求めたいんだから、 BE に対しては CE でしょ、
で必ず分かってる辺を使わなきゃいけないんですよ。分かってる辺をうまくこの中に書き込まなきゃいけないと。と AE の長さ分かってるでしょ。だから AE に対しては DE なんだと、うん、で今求めたいのはこの DE だから、これはまあ分かん求めたいからこう X と置いておくと。で今 CE が CE はほら OE が2だからさ、CO が6で6足す2で8でしょ。だからこれも8と分かってる。で AE は条件で4で分かってる。と DE は分かってないんですね。こいつが困っちゃうんですね。で他にもなんかやっぱりこれしか比例関係作れないんで、比例式ね分かってる長さを使わないとどうしようもない。じゃあ DE さえも求まればこの問題はなんとかなるんではないのかなと考えるんですね。 DE さえ分かれば、そうすると DE の長さ、外はもうずっと流れが分かっている、ある程度とにかくその一番のポイントを書いて、そこから何を自分が求めればいいのかっていうことをはっきりさせてから問題を見ていくと見やすくなっていくわけなんですね。よろしいでしょうか。と今DEに着目すればいいんだ、ここまでは来たんですよ。DE そうすると見てください、これ90度でしょ、これピョーン。嬉しいことに三角形DEあ、DOE ってこれ直角三角形でしょ、当然こっちも90度決まってますからね。で三角形でここで三角形 DOE にしようか、 DOE としましょうに着目なんです、着目するんですね。そうすると直角三角形ですから、で OE の長さ2って分かってるんですよ。で OD ってこれ半径でしょ、だからもう6って分かってるんですよ。もう完全にこれ三平方の定理ですよね。1対2対ルート3っていう辺の比使わなくたって、直角三角形であれば斜辺の事情は他の2辺の事情に等しいってことが分かってる、あ分かってるという三平方の定理を利用できるんで、こうですよね。あ、DE にしましょうか。 DE の事情はどうしようか、 OD の事情にします。 OD の事情プラス OE の事情になると、 OD は6でしょ、だから6の事情、 OE は2の事情でしょ、だから36プラス4で40ね、だからこっちでしょうか、だから D っていうのは2と40で2ルート10だから、他は2ルート10って分かったわけじゃないです。このクエスチョンマークだったところが2ルート10と分かった。あとは内項の積は外項の積に等しいっていう関係があったので、だからこうでしょうか、これ番号ついてました、いやこれ目印でこうか、だからこれですね、まあ各 AX 対8イコール4対2分と10だから外項の積ですね、四波30 X イコール2ルート10分の32ルート10分の計算ミスないで21が2612でしょ、いいんだよね、計算弱いかな。そうするとこれ有理化 しなきゃいけないですね。10分の16ルート10、分母と分子ルート10かけてこれ有理化ですからね、分母の有理化よって、2で約分できますから5分の8ルート10、長さも取れてね、だから B センチになる、いかがでしょうか、うん、これただ解答見ると難しいと思うんですけども、今回演習44、45は丁寧になぜこういう方針で解答を書いたかったの、丁寧に説明したはずなので、
意外と理解 しやすかったんですね。だからこのように常にゴールからですね、ゴールをまずポイントで何を自分は求めなきゃいけないのかってことを常に考えていくと、だからゴールから辿っていくっていうのが大事なんですね。こういう考え方やると意外と今後皆さんも問題解くときの姿勢っていうのかな、少しこれを うまく真似していただけるといいかと思いますね。では87ページまで終わりにしたいと思います。